ロイエ・マーソンはオーストラリア・クイーンズ・ランド州出身の男子テニス選手。主に1960年代に活躍し、4大大会男子シングルス通算12勝、男子ダブルス16勝を挙げ、総計28のグランドスラムタイトルを獲得した名選手である。グランドスラム優勝12回は2000年にピート・サンプラスが更新するまで33年間歴代1位、記録だった。 フルゲームはロイスタンリー・エマーソン。エンモという愛称で呼ばれた。エマーソンは合法射脱な人柄で、私生活では有名な大酒飲みだったという。エマーソンはオーストラリアの牧場育ちで、子供の頃は父親の農場で牛の乳搾りをしていた。1959年から男子国別対抗戦、デビスカップのオーストラリア代表選手になる。1961年に、 全豪選手権と全米選手権で4大大会年間2冠を獲得。当時のテニス界ではトップ選手たちの大半が頂点を極めた時点でプロに転向する道を選んでいた。しかし当時のテニス4大大会の出場資格はアマチュア選手のみに限定されていたためプロ選手たちは4大大会から遠ざかっていく。当時のオーストラリアテニス界で顕著な存在だった。 ロットレーバーやケンローズウォールなどはプロに転向したが、エマーソンはアマチュア選手としてとどまった。こうして1961年から1967年までの間に、エマーソンは4大大会でシングルス12勝を挙げた。その間に、全豪選手権で1963年から1967年までの大会後連覇を達成している。1968年に、 テニス界はオープン化という措置を取り、プロ選手たちの四大大会出場を解禁する。大会の名称も変更されて、前後オープン、全仏オープン、ウィンブルドン選手権、全米オープンとなった。こうして、レーバーやローズウォールなど、プロに転向していた、競合選手たちが再び四大大会の舞台に戻ってくる。 それ以後、エマーソンは四大大会のシングルスタイトルを獲得できなかった。1968年以後はテニス界のオープン化時代と呼ばれ、それ以前の時代とは明確に区別される。エマーソンの四大大会シングルス優勝はすべてオープン化時代以前のものであったため、ライバルたちに比べて評価が低く、長い間忘れられていた。 ロイエ・マーソンは4大大会男子ダブルスでも、全豪3勝、全仏6連覇、ウィンブルドン3勝、全米4勝を挙げ、この分野でもキャリア4冠を達成した選手である。彼の最初期のダブルスパートナーは、ニール・フレイザーで、1959年のウィンブルドンと全米選手権2に連勝した後、1960年、全仏選手権と1962年、 全合選手権を制覇した。こうしてエマーソンとフレイザーは同一ペアでキャリア4冠を達成した、史上3組目のダブルスペアになる。フレイザーがプロテニス選手に転向した後は、フレッド・ストールと組んで1965年、全仏選手権、1966年、全合選手権。 全米選手権の1965年と1966年2年連続優勝を記録したが、ストールとのコンビではウィンブルドン優勝がない。ロッド・レイバーとは1961年全仏選手権の後、1969年全豪オープンと1971年ウィンブルドンを制したが、レイバーとの組み合わせでは全米選手権を取れなかった。したがって、エマーソンには、 キャリア4巻のパートナーと3巻のパートナー2人がいたことになる。全仏選手権の男子ダブルスに6連覇した1960年から1965年までの間、1963年にスペインのマニュエル・サンタナと組んだこともあった。1982年に国際テニス伝導入り。それから16年後の1998年。 ウィンブルドン5度目の優勝で4大大会通算11勝に到達したピートサンプラスがこれまで男子歴代1位であったエマーソンの通算優勝記録12勝を更新する目標を掲げたことがきっかけで長い間忘れられていたエマーソンの名前がサンプラスの目標として語られるようになったサンプラスは1999年のウィンブルドンで通算12勝に並び 2000年のウィンブルドンにて、ついに先人の大記録を更新する。2002年の全米オープン優勝を最後に現役を、退いたサンプラスは、最終的に、14勝でエマーソンを2つ上回った。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q。 イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。